サンダル、その中でもビーチサンダル誕生のお話。夏だぜ。夏といえば海、そしてビキニ、そしてやっぱりビーチサンダル。この B さん、アメリカ生まれと思いきや実は日本生まれだって知ってた？アカデミー賞でも配られ、今やブランドものまで登場している B さん。たかが B さん、されど B さんなわけ。そして誕生の舞台裏にはアメリカ人と日本人のドラマがあったのだ。というわけで今夜は日本古来の履物に輝かしい未来を与えた男の物語。昭和26年、一人のアメリカ人が港町神戸をさまよっていた。その名をレイ・パスティン。日本の産業を振興させ、ついでに一山当てようと目論んでいたパスティンは、日本独自の履物に目をつけた。彼はこう考えたんだ。足の指で引っ掛けて履く不思議な靴、これをアメリカで売り出せないものか。神戸は今も昔も履物産業が盛んな町でも、パスティンはこの不思議な靴をゴムで作りたかった。大量生産で安く作れるからね。ところが履物メーカーはみんな揃ってそっぽを向いた。ゴムの草履なんて冗談やないで。そこでパスティンは発想を変え、ゴム製品の会社を訪ねる。内外ゴムは古くからタイヤなどを作っていたんだ。あのアメリカ人、ゴムで草履作りたいんやって。戦争で日本を打ち負かしたアメリカ人の頼み事にみんな当惑。でもただ一人目を輝かせた男がいた。戦時中、彼はアメリカの爆撃機 B-29 の燃料タンクを研究していた。そこには銃弾を浴びても燃料が漏れない特殊なゴム、独立気泡スポンジが使われていたのだ。彼は軍の依頼を受け、見よう見まねでその自力生産に成功していた。ひょっとしてこの技術が活かせるかも。その男、生田正太郎は技術や魂を熱くした。特殊なゴム、独立気泡スポンジの構造はこうなっている。比較すると、一般のスポンジは空気や水を通す穴がつながっている。でも独立気泡スポンジは穴が独立しているから空気や水を弾き、適度な弾力も備えている。これは使えるぞ、生田は決意する。敗戦で打ちひしがれる日本にもすごい技術力があることを見せてやる。生田は早速試作に取り掛かった。一方でパスティンは日本の履物のエキゾティズムを生田に力説した。なんたって日本の歴史に花を持つ履物が登場するのは古墳時代。花を文化は連綿と受け継がれ、雪駄や下駄を生んできたのだ。花をのついた履物は花をと台をつなげる工程が難しい。履く人の足に合わせたオーダーメイドが原則になっている。ところがパスティンの依頼は大量生産が可能なこと。それでも生田は草履職人に知恵を借り、なんとか試作品を作り上げる。初めてゴムの草履を履いたパスティンはいきなり顔をしかめた。鼻緒が指に当たって痛くて仕方がなかったんだ。生田の試作品は鼻緒が指に当たり痛くて履けなかった。しかし生田は諦めなかった。港町神戸には外国人が多い。足型のサンプルを取り続けると、アメリカ人と日本人の足に大きな違いがあることが分かった。意外にもアメリカ人は日本人より足の甲が低い。前つぼと呼ばれる鼻緒の高さをほんの少し低くしてみた。脱げにくいように鼻緒も斜めに傾けて足に馴染むようにした。さらにつま先からかかとにかけて2度の傾きを持たせると履き心地は倍増したんだ。実験で分かったんだけど、生田の工夫は人間工学的にも極めて正しかった。ビーチサンダルを履くと重心は自然とつま先に移動する。実は
ここがポイント。まず姿勢が良くなります。それがリラックスして立ちます。で今度は歩く時の、その重心移動といいますか、体の前方への移動がスムーズに行われるんですよ。パスティンの依頼から1年、ビーチサンダルは昭和27年に完成する。商品名はビーチウォーク、キャッチコピーは雲の上を歩くような履き心地。その人気はハワイで火がついた。サーファーたちが飛びつき、一月になんと10万足も売れたんだ。大喜びしたパスティンからの知らせは幾多の元にも届いた。やったぜ。敗戦で打ちひしがれる日本にもすごい技術力があることを見せてやる。戦争には負けたけど、幾多の技術はアメリカ人をうならせたのさ。その後ビーチサンダルはブルーダイヤという名前で日本でも売り出された。ブルーダイヤは開発から半世紀が過ぎた現在もほとんど当時と同じデザインと製造工程で作られている。人の体に優しいその機能が再評価され、未来の履物としても注目されている。しっかり一山当てたパスティンは幾多への感謝を忘れなかった。毎年会社に届いていたというクリスマスカードが彼の思いを伝えている。でも昨年カードは届かなかった。パスティンは89歳でこの世を去った。角度がありましたか、やっぱり。ああ2度。あ、本当だ。でもやっぱ意識すると分かる。あのちょっとやっぱ低いですね、こっちの方が。あ、これいいですね。履いてみると全然違うの分かるんですよ。何色もらおうかな。